損傷警備。中継地点を奪われました。はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日は、機動強化2のダブルゼータガンダムで行ってみたいと思います。バーストシュートを使ってますんで、落とされまくってもあまり何も言わないでください。できればその方がゆきあみ嬉しいです。さあ早速ね、まずは、いいエリアを取って、まあ本当はねこの効果力を生かしてね拠点を落とすっていうのもある、まあ、ありかなと思ってるんですけど、まあね、実況外でちょっと試しにやってみたんですけど、ちょっと落としきれないんですよね。自分があまり拠点落としをね、あまり得意としてないっていうのもあるんですけど、ごめん、当たる、一発は。ここ、待て。まあ、キセレを当てていきたいとこなんだけどね。あ、やばいぞ。怖いな。どうしよう。待って。今のうちにここを取る。よし、中継士の選挙をお願いして。そう、大事なのは中継をまずは奪うこと。よし。中継地点を選挙。よし、C をもし奪えれば相当変わる。ここで取れるとだいぶ変わるよ。ナイス。ここだ。当たってるのは他の人って当たったのは他の人、なんということだ。あ、キュベレを先に潰した方がいいな。よし、ナイス。ここだ。危ない。ジャストステップからの、あ、ない、ナイス。今ですよっしゃ、素晴らしい、ありがとうございます。ありがとう。よし、いいよ、これは素早くね落としていくぞ。さあガリガリ削っていこう、みんなで。さあ逃がすわけないだろう。さあこちらからかな、こちらを先に落としていきたいね。あ、ミサイルをわざと撃って、ここ使わない。私はね、そんなに甘くはないよ。さて、うまく隙だらけのところを狙いたい。あははは。選挙した中継地点の数はこちらが上です。この状況を維持しましょう。ここよし、あ、ない。ディフェンス力をお見せしよう、今回は私の。さあ、今日の私は、OK、OK。よし、ナイス。さあ、味方をかなりね、こんな風にね、隙だらけな瞬間をね、わざと作ればね、味方もちゃんと撃破を狙えますんでね。わざとヒットポイントに余裕があるときは、受けるという手もありますね。さあ、まずは素早く行きましょう。うん。あと、一発行くところか。よし、OK。くらえ。よし、隙だらけなのを確認して撃ってそう、こうなればな、みんなちょっと集結してくれ、みんな頼む。中継地点を占拠。おい、おめえ、やばい、損傷増加。危ない危ない、損傷渋滞、もう待ちません。あと一発。よし、ナイス。入ったよし、まだバーストシュートは使わない。次だな。復活したところからバーストシュートを使って、あー、中継が取られた。これはまずいな。よし、ナイス。ありがとう。これで押し切れる。くらっと思ったけど、やばい。逃がすかと思ったけど当たってねー。よし、当たれ。よし、今よし、壊した。よし、ナイス。よし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 、いいぞ、みんな動きが素晴らしい。さあ、これは私が最後消し積みを狙いたいな。はい、メガキャノンで来た。
あ、そんなわけにいかない。あ、ちょっと待って、当たった、当たった、相手を狙え。これで終わりだ。終わり。はい、ありがとうございます。さあ、凄まじい火力のダブルメーターでしたね。まあ、今回はね、味方がちょっとかなり強かったんでね、まあ、多少中央でね、アイメガキャノンをぶっ放しましたけど、まあ、悪い選択肢じゃないと思いますんでね。本当は良くはないかもしれないけど、まあそれもまたね楽しみの一つなんでね。さあそれではね、何とか勝つこともできましたんで、はい、あとね、まあ機動強化2できてるってことでね、今回まあ、どれぐらいランクポイント溜まってるのかっていうのを一応お見せしとこうかな。まあ収録はねちょっと何日か前になりますんで、溜まってるポイントはちょっとまた違いますけど、はい、今回は、2の1のアシスト7、選挙2といったような具合でございます。かなりアシストが取れましたね。なかなか良かったと思います。それではね、早速ダメージどうだったのかな、ちょっとダメージ見ますか。はい、ダメージの方は、このようになっております。3806、受けたダメージは1110といったところです。まあいつも通りぐらいですねこれは。はい、それではポイントの、まあこれ昇格戦だった、昇格戦か、昇格戦の1戦目だったんで、はい、一応これで、5万、ランクポイントいきましたといったところでございます。まあ一応ね5万も達したんで、まあ特にね備蓄とかもそんなに使うことも必要もなかったんで、だいたい支給エネルギーで、まあ、ほとんど回してたんで、まあ、一応備蓄の方は前あの動画でお見せしたマックスのままとなっております。99の赤文字ついたやつかな、あのままですわ。はい、それでは今日はこのぐらいにしたいと思います。もう多分間もなくランクマッチ戦も終わりだと思いますんで、まあ、次回イベント楽しみに、またちょっと遊んでいきたいかなと思っております。それでは皆さんおやすみなさい。